ハンフォード・マクナイダーハンフォード・マクナイダーは、アメリカ合衆国の軍人、外交官。第一次世界大戦と第二次世界大戦に参加し、ジャック・マクナイダーという呼び名で知られた。共和党に所属し、1930年から1932年にかけて中華ナダ講師を務めた。1889年10月2日、マクナイダーはアイオワ州メイソンシティにおいて誕生した。 マクナイダーはマサチューセッツ州のミルトンアカデミーで学び、ハーバード大学へ進学した。マクナイダーは1911年にハーバード大学を卒業した。マクナイダーは大学を卒業後、アイオワ州に帰郷した。マクナイダーは父親の銀行で募金係として働いたが、仕事に強い熱意を持つことはできなかった。第一次世界大戦が開戦すると、 マクナイダーは州兵に参加した。マクナイダーは少尉として任命を受けた。1916年、マクナイダーはパンチーをビリア遠征に参加し、米国国境での警備活動に当たった。1917年、マクナイダーはフランスへ派遣され、中尉として第二不評師団に所属した。1919年の帰国時には中佐まで昇進していた。マクナイダーは フランスでの戦績により、主君十字章を受訓した。戦後は、アイオワ州に戻り、1920年から1921年まで、アイオワ州在京軍人会の代表を務めた。陸軍時間補への就任先生1925年10月、カルビン・クーリー次大統領は、マクナイダーを陸軍時間補に起用した。マクナイダーは、ドワイト・アイゼンハワー少佐を、 補佐役として従えた。1928年1月、マクナイダーの父親が死去すると、マクナイダーは父親の事業に関する後処理を行うため、陸軍時間法を辞任し、アイオワ州に帰郷した。マクナイダーは共和党の大統領候補者の一人として名前が挙げられていたが、それに関する要請もすべて断った。1930年、マクナイダーは、 ハーバート・フーバー大統領により中カナダ講師に任命された。マクナイダーは1932年に講師を辞任した。マクナイダーは共和党において1932年の大統領選挙の副大統領候補を目指したが失敗した。1940年、マクナイダーは共和党において大統領候補、ウェンデル・ウィルキーから副大統領候補として誘いを受けたが、 マクナイダーはそれを辞退した。そしてマクナイダーは自ら大統領を目指したが、指名獲得には失敗した。またマクナイダーは、1953年にドワイト・アイゼンハワー大統領から閣僚職の提示を受けたが、辞退した。マクナイダーはアメリカ陸軍において順勝まで昇進し、1951年の退役時に少々となった。さらに退役の後、 中将へと昇進した。マクナイダーは第二次世界大戦においてニューギニアの戦いに参戦し、ブナ作戦部隊を指揮中に負傷した。回復後は第158連隊戦闘団の指揮を任された。マクナイダーはパープルハート賞を2回、聖堂聖賞を2回、銀星賞を3回、主君十字賞を3回受賞した。1968年2月18日、 マクナイダーはフロリダ州サラソータにおいて休暇中、排水種により死去した。父親はアイオワ州メイソンシティの著名な銀行家、チャールズ・ヘンリー・マクナイダー。母親はメイ・ハンフォードであった。マクナイダーは1925年2月20日にマーガレット・マコーリーと結婚した。ありがとうございます。